はい、皆さんこんにちは、ペストでございます。横座物語ね、やっていきましょう。今回ついに1400回目を迎えました。状況としましては春場所のね、場所前稽古となります。それでは行きましょう。はい、松山寺さん上半身、ああそうそう、今日からね講演会が始まっちゃいます。で、下田忠里さんはここでも早めに小遣い、はい、こっちゃんでーす。で、上半身をね、最終的に70オーバーさせましょう。はい、一条さんは四股から揃えば、あとまた集中力と持続力。猪熊さんは、66と67から72揃えましょうか。はい、デミーズさんは運び足で、大宮さん上半身入れて、これで70、あとは判断力で、堀川さん運び足で、黒門さんが、下半身やね、ラストスパート、まあまあまた微調整であげるけどね。で、中田中さん四股、はい。で、アブラン浩二さんは不安定、まあこういう育成方針となります。それでは2日目、で、ここから上半身ね。で、一条さんが四股引かないで、鉄砲、これは70まで引き上げる。で、水さん運び足、こちらも引かないで、ここからもう試合、これね、ギリギリやねね、70オーバー目指そうとしたら36だから、大宮さんがどこまで成長期があるかでまた変わってくるんだけどね。で、堀川さんこれね、運び足引かない。黒門さん、こちらもうね。で、中田忠里さん四股上げて上がんないはい、アブラン浩二さん、初日は誰も引きませんでした。3日目、もう下田千里さんも戦えるパラに、ね、なってきてますからね。おし、一応再引いたで、あ、違う、鉄砲で、デミズさん、デミズさんは引かない。大宮さん申し合い、これは50ぐらいまでちょっと引き上げてから考えよう。うん、堀川さん引かなかった。で、黒本さんで、中田中さん四股、ダブルとはいかない。はい、これで1000、4日目。運び足やね、はい、連チャンはならず。はい、猪熊さん集中力70に戻しました。で、水さんは運び足引かない。大宮さん申し合いを入れの、堀川さんこれやね、取らない。黒門さんで、中田中さんが四股、おし、
OK。これで残り12か。なので、上半身、下半身を、66、もしくは、22の44でもいいね。ということは、74と77か。上半身下半身77にしてっていうところやね。はい、5日目です。1001になったのかな、これでね。はい、下田中里さんは上がる。運び足、猪熊さん、今度は下半身4日間で、水さん、水さんが引き悪い、うん、はい、大宮さん、堀川さん、決めてくれればっていうところやね。はい、で、鉄砲からいきましょう。74に合わせてから、あと上半身下半身ね、ギリギリまで引き上げる。はい、6日目。第2クール突入。うん、引かない。下半身、さんが引く気配しないな、なんでかわからんけど。お、取った。オッケー。で、あとはもうね、判断力上げていくだけ。最大88までね、いうところやね。1011で、はい。素晴らしいね。はい、7日目。50は越せんのかね。はい、こちらも70は越せる。まあ、こちら対お小遣い用にね、また微調整せにはいかんねやけどね。あとは本当デミツさん、あなただけを引けばいいのはね。わあ、引かないね。はい。あとは堀川さん、おまけの申し合いがどこまで上げれるか。2ポイント目が来ないね。はい、それでは第2クールラスト4日目。あー、引かんな。まあまあ、さあ、これで下半身も70に戻します。で、次は持続力を70に戻すイメージ。レミズさん引かない。レミズさん坊主か。堀川さんは2ポイント目が、まあ、一番遠いからね。さくろもんさんはあと2回やってお小遣い。中田中里さんも引いてくれない。9日目。今日は引かない。
ちらは上がる68。で、運び出しでね、こちらも上がる。おー、ここでデミンサイ引いちゃった。難しいね。はい、70、あと1個ね。で、この後は持続力にスイッチ。若干上がりにくい中でよくね上がってくれてるよね。10日目です。デミンさんがいらんところでもう試合、講演会引いちゃったね。さあ次で、下田千里さんは70、戦えるパラになりました。で、運び出し。なあ大宮さんがどこまで上がるかやねんな。はい、クロモさんはお小遣い渡して持続力に入ります。中田中さんも2ポイント目が来ない。11日目勝てるせんよね今場所はね。さあ次で上半身50、こちらは、上半身70になりました。お、2ポイント目きた。で、運び足これで70、あとはもう1ずつ上げててから小遣い渡して、上半身ってところかな。出水は引かねえ。2011、トータル4ポイント。はい、よいしょ。はい、ごっつさんです。で、持続力を上げていきます。いやー、覚え悪いかもね。はい、12日目、これで50。下田千里さんは残り19あんのか。まあ上半身下半身4ずつ上げてもいいか。で、鉄砲、はい。おお、3つ目気を吐いております。で、こっからは71に仕上げていく。で、はい、デミさん引かない。はい、大宮さん、これで50。まあ、あと60まで引き上げてからちょっと考えるかいね。2ポイント目はさすがに。こっからは持続力やね、運び足。はい、スタート。中田千里さん。はい。取れない。鉄砲取れません。3011になったね。はい、13日目、またソパーズって言うてんな。で、ここは60まで目指すんで、とりあえず73。
か下半身、うん、のーここで引いたまあまあそんなもんやろうな。さんはタイミング悪いわ今場所。はい、14日目ここはお構いなし上半身上げてきます。はい、で明日は下半身でもええけどね。おーすごい気迫ね。4ポイント目きた。はい、お小遣いはね判断力とかも上げてからにしましょう。それで、上半身着手かな。わーデミスさん坊主臭してきた。14日目も引きません。堀川さん、はい、あー中田中里さんもまあまあ最初歌場所44やったからね、まあ、ここで1ポイントとしても平均3ポイントっていう計算だからいいんか。はい、ラスト15日目、今場所は一条さんが大当たりやね。大技研究終わりましたから全員パラを上げるだけ、今度は下半身、はい、来るか。5ポイント目来ませんでした。4ポイント全然 OK、申し合い入れときます。はい、うん、あー坊主やった。うん、まあしゃあない、しょうがないですね。最悪や、最後でやる気ない引いちゃった。あー仲間距離だもんな。まあまあ1ポイント止まりか、しょうがないね。はい、ということで、これで本場所の方ちょっと臨んでみましょう。今回は一条さん 大当たりでございましたね。一条さんが最近ちょっと先場所ようやくやったっけこれね。そやね、久方の優勝ね。さあここで好成績を収めて、あれがなければ潮発動がなければ横綱狙えるんじゃないかというところです。ではその春場所本場所の方もねお楽しみにしておいてください。それではさよなら。